はい、皆さんこんばんは。今日はですね、Amazon のレビューシリーズということで、非常に格安なものですね、格安なカメラガジェットが一体果たしてどうなのっていうことで、こちらをレビューしていきたいと思います。やっぱりこういろんなね、あのレビューをするためにこう俯瞰撮影って結構したいですね。真俯瞰、その時にやっぱり三脚でやっぱこのね、撮影するわけなんですけど、それがこう切り替えてカチッとね横に切り替わるようなマンフロットさんを出したりとかするわけなんですけど、まあ、そういった便利なもので、非常に格安なものを一つゲットしました。はい、こちらご存知、2話っていうのかな、見方がわからないです。まあ、こちらの、三脚でございます。はい、ちょっと非常に格安なものはどうなのって感じはするんですけども、ちゃんとしたキャリングケースが入っており、そして、中のロッドかな、これ延長ロッドかもしれないですね。それで、乾燥剤ボルト、そして、説明書とかもしっかり入って、六角レンチも入っております。で、本体こういう感じになってて、折りたたみになってるんですね。これね、内側に折りたたまれて、まあ雲台部がですね、なんかこう保護カバーみたいなのがあってますね。でこれを使うにはこう逆転しているので、ぐるっと回転します。こんな感じでパチパチパチですね。はい、はい、この状態で真ん中の、エレベーターって言われる部分を緩めて起こすんですね。キュッ、はい、で締めます。これで一応三脚として今使えるんですね。でここがですね、こういう風にぐるっとこう回すタイプですね。私はあんまりこういう回すタイプ好きじゃないんですけど、これで長さが調整できます。結構しっかり締めないと上まで回っちゃいますね。はい、こんな感じ。まあ三脚はまあ、カーボン三脚とか使うとやっぱね、結構質感が違うかなと思うんですけど、まあ一旦安いからいいんじゃない、こんな感じで。うん、まあ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 悪かないかな。はい、でこんな感じでういういういっていう感じですね。上だけなんか結構ねじりがいりますけど、下は意外にねじりがなくていけますね。はい、まずここの横のネジをギュッと締めると雲台の上が固定されると。でこれ緩めると自由雲台になってて、縦撮影とかもできるシステムですね。で締めると、でこの横にあるのが、まああれですね、パンですね、横に振るときに使うやつ。これでロックができます。まあ、結構しっかり止まる。はい、でここの横のネジを緩めると上の雲台が取れて、で雲台の、マウント部は、ちゃんとこう手で回せるタイプになってるので、10円がいったりとか六角レンチがいる必要性はないという感じですね。で、ここがまあ通常の三脚の使い方になるわけですけど、ここの横のですねスイッチ部みたいな、まあ、これかな、こいつをですね、ちょっと下までギュッと下ろしといて、ボタンを押しながらやると、ここの角度が、こういう風にできるわけですね。なので、ここでロックは外せる感じになっています。で、ある程度下に落とすと、自動的にロックがかかる感じですね。はい。で、ここまでがまあ通常の三脚なんですけど、ここで、横のですね、雲台の下にあるネジを緩め、まあ、こうするじゃないですか、こういうふうに。で、こう回転するんですよ。そうすると、これでなんと、俯瞰ができるよって感じです。これすごいよね、これ。これ便利だ。ここのネジ穴閉めると、あ、違う違う、こっちじゃないわ。これだな。こいつを緩めると、こうエレベーターなんですよね。でエレベーター閉めの今度ここか、この横を緩めるとこいつが出てきて、さらに俯瞰ができる。こんな感じ、いいね、なかなか。
安い割によくできてる。だからマフカン撮影がめちゃくちゃこれしやすいんじゃない。うん、いいね。これ閉める感じか。こんな感じね。で、こいつ閉めたら、お、なかなか、うん、バランス取れてるね、これ。で、重りつけるとこも下についてるから、多分こっちが重くなると、当然ながら下のね、三脚部がやっぱ軽くなるので、その時にここの下の、重りをつけるとこあるので、ここで重りつけて、バランス取れば、多分結構重心取れるのかな。だからこんな感じで、マフカン撮影ができてしまうという感じなんですね。意外とこれ便利だよね、これね。なかなかいいんじゃない?で、よくある、こういうね、可動部のところにですね、オイルがついたりとかして、手がねちゃねちゃになったりとかするんですけど、あのね、ノンオイリーですね。全く何もついてないです。だから若干ちょっと動きが悪いかもしれないけど、まあ、いらないのかな、とりあえず。はい、こちらのですね、三脚のスペックなんかもね、ちょっと一緒にお話してみたいんですけども、値段がですね、14,999円ということになっております。で、特徴なんですけども、最大高で191。なので、結構高いよね、これね。うん。で、アルミの合金製でございます。直径25ミリの、チューブで作られてると。まあまあ、そんなに太くはないけどね。だから通常のアルファ7ぐらいだったらまあ全然乗るのかなっていうイメージは実際ありますね。もしくはスマートフォンですね。はい。この付属のネジでこうつけて、で、一脚としても使えるよっていうことを書いてるんですね。まあ、至りで尽くせりですね。昔こういうので使ったことある。意外とこういう一本で全部いけるっていうシステムは、まあ安い三脚あるあるなんですけどね。まあ、なかなかいいんじゃない。ちゃんとここにね、ゴムの滑り止めみたいな感じもついてるから、まあ、冬とか冷たい時とかもね、ここだったらゴムなんで、冷たくないっすよね。っていうことができるという感じですね。はい。まあ、雲台もね、この雲台以外のものも作るの、つくので、まあ、好きなやつつけて、まあ、ちょっとご存知のレイフォトさんのね、BV20 ですけども、こちらとかも、ぐるぐるぐるっとこう回せば、ネジ穴一緒なんで基本的につきます。はい。まあ、BV20 ぐらいのいい雲台乗せると雲台の方が正直 高いんだけどな。まあでもこういうこともできるということですね。はい、はい、折りたたみの高さが50センチですね。はい。で、重量が 1.99 ですね。最大重量が体荷重12キロ。まあまあいけるね。12キロあったら結構いけるよ。ビデオカメラでも大型のビデオカメラ乗るからね。なかなかいい感じでございます。はい。で、まあそんな感じになってて、で、収納するときはまた実際全部折りたたんでいくわけなんですけど、最終的に全部折りたたんだやつは、まあ、ここのロックを逆にして、で、しまっていくというスタイルですね。はい、こういう感じでしまっていく。そうするとここが50センチになるので、機内持ち込みでしまえるっていう感じになるんですね。はい。この辺がしっかり、まあ、旅行でもね、安心だよねっていう感じになっている。最近やっぱり旅行でやっぱりね、軽々こういう三脚とか持ってきたいからとか、やっぱり YouTube 撮ってる方結構いるから、まあ、そのあたりがコンパクトでまとめれるといいという、まあ、今風のね、設計になっておりますね。はい。はい、ということでございます。はい、ということで今日ですね、このね、2位はっていうのが読み方よくわかんないんだよね。 あとあれだ、これを、この三脚のね、エレベーター逆につけて、つらしてこう下にですね、カメラをつけることもできるみたいですね。センターコラム、逆転インストールって書いてますね。はい。マクロ撮影とかするときに便利と。またですね、詳しい概要欄、この下にですね、リンク貼っておりますので、またよかったらクリックして見ていただいたらいいかなと思います。
ということで今日はこちらの2話の、三脚の方をご紹介しましたっていうことなので、まあ、またよかったらですね、ぜひいいねとチャンネル登録をぜひしてください。それではまた、ガジェットご紹介できたらいいかなと思います。それでは最後までご清聴ありがとうございました。